ビオラ・エルジュビエタ・チェシンスカは、ボヘミア王権ポーランド王バーツラフ3世の日、チェシンコ・ミエシュコ1世の娘、母は不明だが、おそらく、クジミスワバという名だったとされる。ビオラの名は、父方の非ババである、オポーレ・コーヒー・ビオラにちなむ。ビオラ・エルジュビエタは1305年10月5日、ポーランド王を兼ねるボヘミア王バーツラフ3世と、ブルノで結婚した。この結婚の理由は、 必ずしも定かでない。後世の年代記作者はビオラが類稀な美貌の持ち主だったためだと記すが、彼女の父ミエシュコ一世は、バーツラフ三世にとって、風神の一人に過ぎず、どう見ても、不釣り合いな縁組であった。結婚の本当の理由は、ビオラの美しさではなく、むしろ、ボヘミア、ポーランド領王国の国境に位置する。 写真の戦略的な重要性を思いばかったためかもしれない。結婚式の4日後の10月9日、バーツラフ3世は長年の言い名付けであったハンガリー王アンドラーシュ3世の一人娘エルジェーベトとの婚約を破棄し、ハンガリー王位に対する要求権を全て放棄した。結婚後、ビオラはエルジュビエタと名前を変えた。 しかし王妃にとっての結婚生活は、夫の豊章な生活スタイルや身分違いの結婚に強く反対していた、ボヘミア貴族たちの礼遇のため、幸福とは言えないものだった。10ヶ月後の1306年8月4日、オロモーツに滞在中のバーツラフ3世は不可解な状況下で暗殺され、ビオラは15歳で未亡人となった。国王夫妻がまだ幼かったためか。 王妃は解任していなかった。金も行く場所もなく、ビオラは、義妹のアンナ、エリシュカと共に、女子修道院に身を寄せた。義妹たちは、ボヘミアの多い継承争いに身を投じたが、ビオラは、こうした紛争に関わらなかった。有力者、インジヒズリペイの逮捕後、今やボヘミア王妃となっていたエリシュカと、そのドイツ人の夫ヨハン・フォンルクセンブルクは、当時は、 リペイの娘と婚約していた有力貴族ペトルイセイズ・ロジュンベルクを自分たちの味方につけようと試みた。ロジュンベルクはすぐに婚約を解消し、国王夫妻の側近の仲間入りをした。この新しい同盟者との関係を強化するため、ヨハンは戦王の未亡人であるビオーラとロジュンベルクの縁組をお膳立てした。二人は1316年に結婚したが、ビオーラは その翌年の1317年9月21日に亡くなった。ビッシブロト修道院内にあるロジュンベルク家の地下納骨堂に埋葬された。ありがとうございます。